次の日。よう、アリス。こんにちは、キリト。そうだ、この後何か予定はありますか？何もないけど、どうしたんだ？これから鍛錬に行こうと思っているのですが、キリトも一緒にどうですか？そういうことなら、喜んでお願いするよ。決まりですね。それでは行きましょう。やっ！あ、うん、参った。俺の負けだ。ええ、そのようですね。やっぱりアリスは強いな。同じ木剣のはずなのに、一撃の重さがまるで違う。どうした、アリス？キリト、今の立ち合い、本気で剣を振るっていましたか？ああ、そのつもりだよ。おかしいですね。あなたの剣がこの程度とは思えないのですが。いや、そんなもんだって。とぼけないでください。手加減しているでしょう。まさか、そんなことは。今私の右目を見ましたね。もしやこの傷を気遣って手を抜いたのではありませんか？なあ、そうだけど。でも。でもも何もありません。余計なお世話です。余計なお世話って。この目を失った時にも言いましたが、私は氷教会と戦う決意の証として右目を直さなかったのです。最高司祭様が生きている可能性があるのならば、決意を維持するためにも右目はこのままにしておくのが道理。それとも片目が失われた程度で私の剣が鈍るとでも？もしそうなら、分かってもらえるまで剣を交えるまでですが。アリスの剣に疑問を抱いたことはないよ。初めて打ち合った時からそれは変わらないし、むしろ以前よりも鋭くなっていると感じるくらいだ。だからこそ、アリスの決意と右目を直さないことはもう関係ないというか。まだ言いますか？これ以上の議論は無意味です。アリス。それでは失礼します。鍛錬に付き合っていただいたことには感謝します。ちょ、待ってくれ。まだ話は。言ってしまった。追わんでいいのか？ガーディナル！やれやれ、頼りないやつじゃな。一体いつからいたんだ？二人が立ち合いを始めたあたりじゃな。ほぼ最初からじゃないか。それなら助け舟を出してくれたっていいだろう。右目の治療については、お主から提案した方が受け入れやすいと思ったのじゃ。あそこまで否定されるとは思わなかったよ。重要なのは右目の治療という見た目の問題ではない。アリスが抱く内面の問題じゃ。アリスが右目の治療を拒む理由について何か思い当たることがあるのか？うむ、実はあの右目、一度わしが回復させているのじゃよ。アドミニストレーターを倒した直後、お主やユージオと共にアリスの傷を治療した。その時にな。なら、どうしてアリスの右目は治っていないんだ？治癒術は確かに行使した。つまりアリスの意志がそれを拒んだのじゃ。おそらく右目が元に戻ることで、アドミニストレーターへ立ち向かうと決めた時に抱いた決意や、お主らと共に戦ったという事実までもが消え去り、元の人形同然の状態に戻ってしまうと、そう考えているのかもしれん。そんなこと。うむ、右目の有無は関係ない。治療しだよな。でもアリスがカーディナルの治癒術を。アリス自身が心の奥底で恐れているのじゃろう。つまりアリスは以前の自分に戻ってしまうことが。おそらくじゃがな、決意の証を残しておきたいというアリスの主張には。あんなに堅くなに拒んでいた理由がようやく分かったよ。右目の治療でアリスの決意は失われない。そうすれば治療に踏み切れるかもしれない。じゃが容易ではないぞ。わしの治癒術を。ああ、俺だけじゃ無理だろう。アリス、少し時間いいか？
右目の話ならばもう終わったはずです。それについてはごめんけど。ですから、そのつもりはない。でもアリスだっていつ。別に一生治さないわけではありません。ならその時はいつ来るんだ。いつに。私が怯えるなど。アドミニストレーターとの戦いの後、カーディナルは。けどそれは聞かなかった。おそらくアリスの意志が。それは本当なのですか。理由に関しては推測じゃがな、わしの。そんな、知りませんで。キリトはキリトなりにお主のことを心配。それはわしも同じこと。カーディナル様、二人がおっしゃる通り、規則を疑うこともなく言われ。アリス、大丈夫だ。ありがとうキリト。分かっているはずなのに、考えるだけでキリト。一体どうすれば。それは俺がアリスにかけられる言葉には限界があるし。そんな。あくまでも俺の場合はって話だよ。アリスのように氷協会と戦う決意を抱いて。まさか。ごめんアリス、盗み聞きしてるみたい。アリスに右目を直してほしいっていうのは僕も同じなんだ。仕方ありません。それはほら、大人数で押しかけても。まったく余計な世話ばかり焼きま。同感じゃ。二人ともやめてくれよ。とにかくアリスの不安や恐れなんかは。そうですね。あなたはその。残念だけど僕は禁忌目録を犯したことの状況もよく飲み込めてなくて、右目を直すことに立っても。一つだけ。本当ですか。うん。アリスも。ええ、それを突き止めた元老院の指示で。僕はライオスとウンベールの行い、ティーゼたちを助けようとすれば採血権を妨害する。生まれてからずっと正しいと思ってきた法を。それでも目の前には助けなくちゃいけない。その感覚は以前、人界を守ろうとするおじさまの苦悩を前に、もちろん氷協会への。うん。けど思い出したんだ、定められた法にただ従うことが正義とはね、キリト。恥ずかしい。とにかくその言葉を思い出して決意した。とえそれが禁忌目録に逆らうことだと。すごいよ、言う。褒められるほどのことかはわからないけど、右目を失った時に抱いた。だからその思いは絶対に僕が僕らしくあり続けようとする限り。つまり自分の決意を。うん。アリスも思い。その思いはアリスにとって大切な。そうですね。反逆の証として痛みを残し続けず。うん。ありがとうございます。いや、ごめん。あなたが語った思いは全て事実な。むしろ謝るのは私の方で。カーディナル様、覚悟は決まったようじゃの。ええ、治療を。もちろんじゃ。そのために。ありがとうございます。ああ、では。これでよい。ゆっくりと。どうだアリス。あ、倒しましょう最高。私はこれからも人界の人々。アリス、成功したようじゃな。ええ、三人のおかげで、右目、私たちの手で今度こそ人界。ああ、よろしく。た、さて出発の準備は整ったけど、一度様子を見に行くか。メディナ、東帝国。キリトか。いやいや、気にしない。そうか。どういうことだ。最近の度重なる魔獣の日、そこで氷協会の修道士や。なるほど、暗黒騎士官目撃され。ああ、キリト、ちょうどよかった。お前さっき北帝国で魔獣の発生情報が。そいつは厄介でな、東での本格的な調査活動に入る前に。分かった、それじゃあ冒険者のみんなに。よし、
それじゃ。私もですか。ああ、お前さんたちの。わかった。行ってくる。デルクエリ様。あり。ん？なんで霊なんぞ呼んだ？それじゃ行こうか。ああ。